ズはいつの間にかパパになり、その大きくなった子供たちとパンくん、夏会へ。やってきたのは町のケーキ屋さん。ここでみんなで祝うためのケーキを買いました。しかしこのケーキがジェームズの子供たちの食欲に火をつけてしまったのです。するとケーキを一旦ドラム缶の上に火が上がる。さすがの子供たちもケーキを諦め、ここまではパン君の計算通りだったのですが、とその時のことでした。なんとケーキの上に魚。超ビビっちゃったパン君。さらに。ケーキを鷹が持っていっちゃったのです。でもケーキが意外に重かったせいか、鷹も遠くへは飛んでいませんでした。やがてこうしてケーキはぐちゃぐちゃになってしまったけど、みんなで仲良く食べることができました。